おはようございます。ピヌさんです。今日からシェンムー3やっていきます。本当は1と2クリアしてからやろうかなって考えてたんですけども、衝動買いしてきました。まあ、早速プレイしていきましょう。いや、久しぶりだなぁ。お!まあ、王も何もないんだけど。ちょっと待って、一回ちょっとオプションだけ。日本語、日本語。BGM。ちょっとボイスだけ、上げよっかな。あとは、コントローラーの設定、明るさは、一応このまんまでやっていきましょう。それでは、スタートしていきます。ニューゲーム。お!ゲームモードを選んでください。おすすめモード、簡単モード、クンフーモード、やめておけモード。え?本当は簡単モードがいいんだけど、おすすめモードでやって、難しいなって思ったら簡単モードを設定から変えてやろうかな。おすすめモード。おお、ちょっと興奮してきたな。シェンムーね、1はね、子供の頃に、3、4回クリアした記憶があるんだけどね。2がね、途中でやめちゃったんだよね。シンファイ、私の役目は終わった。我ら一族に託されし法王が今完成した。裏に伝わる定めの時が来たのだ。シェンファイよ、かの法王を携えし者とその証を確かめるのだ。そしてその者に身を委ねよ。共に行くがよい。お前に家伝の七星剣を授けよう。その剣を私と思い身につけるがいい。私はいつもお前を見守っている。おお、綺麗になってるね。これはリョウ。ああ、これは竜と鳳凰か。竜と鳳凰、あ、そのまんまのことだった。鏡と同じだ。父はこれをそのもの東の戸津国より海を渡りて現れる若者、姫氏から未だ知らず、かの身を滅ぼすことも、かの願い叶えしことも、その者勇み立つ時我を求めん。共に荒れ野の道を行かん。待つて願え、開口は我の古よりの定めなり。地より現れし竜が黒雲を追いざない天を覆うも、舞い降りし鳳凰、その翼によりて四風を生むがごとく、漆黒の世は広がりしも、明星は一つ灿爛と輝く。その歌は村に古くからある言い伝え。鳳凰携えし者、
れがハッカソン。父の手がかりが見つかるかもしれない。急ぎましょう。ああ。この辺りが多分動けるんじゃないかな。この感じだとね。違った。シェンファー。リョウ、村へ急ごう。ああ。お父さんの行き先に心当たりはあるのか。わからない。そうか。今までにこんなことは。こんなこと？ああ。お父さんが急にどこかへ行くとか。ううん、なかった。そうか。洞窟にあったあの手紙だけど。あれは父の字、間違いない。そうか。あの手紙からは何かわからないのか。シェンファ、わからない。今は手紙のことよりも早く父を見つけないと。うん、そうだな。おお、オートセーブに成功しました。はいはいはい、これがメモですね。おお、ちょっとまだね、全然分かってないからね。まあしばらく手探りですけど、すいません。うん、洞海山にたどり着いた。ハッカソンへの山道で不思議な少女シェンファーと出会った。彼女はハッカソンの住人で、村まで案内をしてくれた。シェンファーの父親エンさんの仕事場で、岩の壁に掘られた巨大な竜と鳳凰を見つけた。謎を解く鍵はハッカソンにあると。なるほど。これで R2 を押すと。あ、なるほどね。エンさんは手紙を残して姿を消した。エンさんの行方を探す。まずはシェンファーと一緒にハッカソンの広場へ行くと。うん。で、ちょっと待って。いろいろ試させてください。ヘルプ、インベントリ、走り、ズーム、移動、カメラ。うん、なるほどね。複数の話し相手がいるときは L3 ボタンで切り替え。体力が黄色の状態で走ると急速に体力が減って走れなくなる。走れなくなる。食べ物で回復しよう。なるほどっすね。これ設定とかは、設定は変えられるのか、変えられないかな。まずはシェンファー。シェンファー早い。ちょっと音量が低いかなって思ったんですけど、まあ、編集でなんとかしますね。あー、シェンムーっぽい。お？諸八戒みたいな。リュウさん。シェンファ、こちらは？この人はリュウ。川で溺れた私を助けてくれた。うん。何かあったの？おととい、ゴロツキどもがやってきたんだ。ゴロツキ？ああ、この辺りでは見かけない連中だった。とにかく村に行ってみよう。うん。いや、シェンムーってさ、竜が如くの原型かなっていうイメージがあったんだけど、今プレイしてみると全然違うわ。シェンファ、どうしたの？村にはいつも門番がいるのか。ううん、ハッカソンはとても平和なところ。門番なんて必要ない。そうなのか。でもゴロツキが来たって言ってたな。そんな人たちはこの近くにはいない。きっとよそ者。少し気になるな。リョウも？ああ、私も少し悪い予感がする。村がいつもと違う感じ。そうか。早くみんなの話を聞いてみよう。ああ。ずいぶん古い橋だったな。うん。あれは花橋。
花橋？そう、昔から八花村にある。あそこが村の入り口なのか。うん、この先にみんなの家がある。そこで聞けば何かきっと。よし、急ごう。おお。お？あ、オートセーブにね。あ、メモが増えたってことか。あー、なんか寄りたいなー。あー、ガチャガチャあるし、アルバイトって日本語で書いてある。なんて親切な。後で来よう。そうなんだよね。時間の概念があるんだよね。お、音楽が止まった。あ、村の音楽っぽいですね。いいですね。話せないいいですね。うん。お、ヘルプ。あ、ヘルプが光ったけど別に変わってないのか。広場。うわー、シェンムーっぽい。シェンムーなんだけど。お、太極拳かな。お父さんの手がかりはきっと見つかる。うん、寮はここを、私は向こうの集落を探す。なるほど、ここで話しかけるわけだ。子供小さいな。メモメモ。うん、広場でシェンファーと別れたエンさんのことを村人に聞こう。このメモ機能かなり便利だな。村人。うん。え？あ、今ここなんかありそう。何もないけど。なるほど、聞けるときに丸ボタンがつくんだね。ちょっといいかな。エンさんを見なかったか。知らないよ。そんなことより僕、憲法のことで頭がいっぱい。そうか。ごめんね。ジェンピン。俺様に弟子入りしたいのか。ああ、いえ。どんな素人でも一人前に育てる。それがこの俺様、そう、自由だ。何しろ俺様は陳式太極拳を極めた。いや、結構です。エンさんを見ませんでしたか。そんなこと俺様が知ってるように見えるか。はあ、陳式太極拳のことならいつでも聞いてくれよ。はーい、またにします。いや、この会話がさ、ほんとシェンムー1と同じだわ。いきなりぶった切って、誰さんを見ませんでしたかみたいな。ちょっといいかな。何の用だ。エンさんって人を見なかったか。いや、俺は見てない。ずいぶん前にあの家に来てるのを見たきりだ。そうか、ありがとう。じゃあ、あの家行くしかないよね。入れるかな。あ、入れますね。すみません、いないみたいだな。そっか、いないのか。あ、誰かいる。ちょっといいですか。え、何？すいません。え、何？気安く話しかけないで。ごめんください。失礼しました。失礼しましたね、ほんとそうですね。警戒されました。誰かいませんか。留守みたいだな。いや、ほんとさ、めちゃくちゃ久しぶりにシェンムーシリーズやってるけどさ、葉月亮はマジであれだな、不器用だな。あ、そしてそうか、時間の概念があるからみんなもう
終わっちゃったんだ、憲法のあれが。この人は話しかけられないか。すいません。何かしら。エンさんを見ませんでしたか。たまにお隣のシュウさんを訪ねてくるけど、シュウさんは今お仕事でいないはずよ。シュウさんの娘のリンちゃんに聞いてわかるかどうか。リンちゃん。そうですか。リンちゃんってさっきのあの気安く話しかけないでの人じゃないの。今指を指した方向がさのじいちゃん。聞きたいことが。エンさんを見ませんでしたか。若造、お主はどこから流れてきたんじゃ。え、リコはいつも面白いものを流してきよる。次はどんな面白いものが流れてくるかの。どういうことだろう。すいません、エンさんを探してるんです。さて、どこへ流れていったのかの。失礼します。じいちゃんめっちゃ歯揃ってたね。あ、ガチャガチャやってみるか。お、できるんじゃん。釣りセット、シェンムー1グルッパーセット。今所持金200円しかない、もしかして。あ、円、200円ではないな、200元なのかな。いかにもハズレみたいな。おお、この人、これはワンの家政婦さんみたいな。あー、かぶった。これはいいな。おお、これは原崎懐かしい。めっちゃかぶるな。葉月亮出てこない。原崎。なるほどな。まあちょっとね。すいません、エンさんのことで。あ、またこの人か。若造、お主はどこから流れてきたんじゃ。失礼します。はい、失礼しよう。ばあちゃんだ。すみません。なんかキーを握ってる感じはするな、あの人。お、メモ。広場で子供たちに太極拳を教えてる人がいた。鐘楼の近くの家に不思議なおばあさんがいた。はあ、そっか。不思議なおばあさんには？あ、話しかけられない。さあ、困ったなあ。これ左下ってあれか、マップと体力かな。この辺りでもう少し話を聞いてみよう。よかった、親切設計で。永久に迷い続けるところだったわ。これさっきのあれか、知らないよっていう人か。気安く話しかけないでの人。あ、
ちょっといいかな。なに？上手だな。うん、シェンファも上手だねって褒めてくれるよ。シェンファを知ってるのか？シェンファはお友達なんだ。お兄ちゃんも？ああ、そうだな。ちょっと聞きたいんだけど、エンさんを知ってるか？知らない。知ってるな。石堀氏のエンさんなんだけど。エンのお父さんも石堀だよ。え？お父さんも石堀氏なのか？そう。会えるかな？うん、いつも夜の7時には家に帰ってくるよ。いえ、そうか、ありがとう。うん、いいよ。バイバイ。え、7時まで何してればいいんだろう。お、どうしたどうした。オートセーブに成功したけど、どうした。ヘルプ、ジャンプシステム。あ、目的の場所と時間に移動する起動のタイミングは自由です。あ、そっか、すごい親切になってる。つまりもうやることがなくて、もう夜の7時に飛びたかったら飛べますよっていう話か。え？飛べって？違うよな。で、メモで、まあ、指示になったら帰ってくるってことでね。なんか、遊べません？あの、俺様に弟子入りしたいのか？ああ、いえ。どんな素人でも一人前に育てる。それがこの俺様、そう、自由だ。何しろ俺様は、分かった。陣式太極拳を極めた。いや、結構です。エンさんを見ませんでしたか？んなこと俺様が知ってるように見えるか？はあ。陣式太極拳のことならいつでも聞いてくれよ。またにします。いやー、そっか。あのアルバイトできない？あ、戻れそうだ。あのショップ行ってみよう。ここね、アルバイト。あ、でもガチャガチャもあるな。少しやっていくか。やる。テニスセット、あ、安い。重機セットだな、どちらかといえばな。おお、当たりなんじゃない？なるほどな。お、パワーショベルどうだ。これは、これ持ってんな。かぶる。これは面白いな。もう一回ぐらい。まあ、お、これはもういいや、やめる。こういうのを見るためには、ああ、ゲームの覚書。グルッパ、広場にある東東特化にある。おお、あ、こっちじゃないわ。なるほど。ああ、これ連絡先ね。地図で覚書。なるほどね。お、なんかアルバイトできませんか？すいません。なんじゃ。アルバイト。あの、アルバイトをしたいんですが。薪を割ってくれるなら
金を払うぞ。薪割りですか。薪割りですか。あ、インストールの準備ができました。あれのアップデートのやる。え、あ、タイミングよく。おい、よし、良いぞ。あ、そういうことね。そうじゃ、惜しいの。よし、これ確実にやってった方がいいな。良いぞ。もう葉月亮なんか扇風機みたいな。うん、そうじゃ。うん、良いぞ。おい、うん、まあ確かに中国の山奥の村に行っちゃったらミニゲーム作るのも大変だったろうな、うん、考えるのもさ。よし、うん、これ多分1分間ぐらいやるんでしょうね。そうじゃ、右上がタイマーですよね。よし、そうじゃ、うん、おお、よし、そうじゃ、うん、あ、最後だ。おお、そうじゃ、ラスト、うん、お、80巻賃金40元か、悪くない。まあこんなもんかの。おお、増えた。これはもう一回はいいわ。やめておきます。無理にとは言わんよ、いつでも待っとるぞ。はーい。あの、噂は聞いとる。あんたシェンファの友達じゃろ。ハズキです。ほほー、腕っぷしが強そうじゃな。はあ、あんたのような若者には散歩だドリンクが必要じゃろう。散歩だドリンク。猛毒の蛇をな、見つきつけたものじゃ。んー、これはバトル中に使えるただ一つの回復薬なんじゃ。よう聞くぞ。そうなんですか。わしの店で売っとるから忘れんようにな。そうだね。すいません。なんじゃ。買おうか。買う、あ、売るってあるんだ。買い物に来ました。ほう、何が入りようじゃな。これが散歩だドリンク。いくらこれ、いくらって書いてる。販売価格313。高くね。あー、螺旋脚。あ、これは技を覚えるやつね。缶ジュース。缶ジュースすごい安いや。3元かな。うん、アルコール。用なし。用なしの方がいいんじゃないか。梅酒、剥製。おー、服、服着替えられるんだ。え、このカエルの置物とかさ、買ってどこかに飾れるのかな。うん、今体力がマックス1200で1018なんだね。散歩だドリンクは買えないな。意外とこの90とかのやつもさ、プラス90とかも意外と使い勝手良くないよね。まあ、ニンニク何個か買えない？あ、買える。はい。いつでも待っとるぞ。はい。はい。
ここは入れないか。まあどっか徘徊したいな。これセーブはオートだっけ？なんだこれ。なりわい、うん違う、なんて書いてある。生薬あるあるマップ。あれでも取れないな。ああ、アルバイトの情報ね。うん、そっか。まあちょっと徘徊しよう。シェンファー、あ、またやってる。ん？女の子いるな。ちょっといいかな。エンさんを見なかったか。知らない人とお話ししちゃダメってお母さんが言ってた。まあ教育がね行き届いてますね。あ、おばあさん満腹食堂。あ、そっか、ご飯を食べるんだ。あの、なんだい？聞きたいことが。エンさんを見ませんでしたか？悪いけど後にしてくれないかい？こんなところで立ち話は迷惑だよ。そうか、そうだよね。すいません。まずはこの近くを調べよう。あ、行けないのか。じゃあちょっとこっち側行ってダメだったら時間飛ばしてみましょう。ダメでしたね。じゃあジャンプ。あ、リンの家へ。7時15分になってる。なんて便利な。さあ、あ、体力がないな。これ回復、回復とかアイテムどうやって使うんだろう。まあ入ってみるか。すみません。誰だ。少し話を聞かせてもらえませんか。話。あ、お兄ちゃん。知り合いか。お友達だよ。何の話だね。エンさんの姿が見えないんです。何か知っていることがあったら。ん？これは見慣れぬゴロツキたちが現れて部屋を荒らしていった。ゴロツキ？一体どうしてそんなことを。わからない。あいつらにお前は石掘りかと聞かれて、そうだと答えたらいきなりだ。石掘り。何かを探しているようだったが。そいつらはどんな。この近くでは見ない顔だった。二人組で、一人はスキンヘッドで頭に入れ墨をしていた。もしやAさんのところにも奴らが来たのか。わかりません。エンさんが石切り場から急にいなくなったんです。なんだって。もしかするとゴロツキと関係があるのかもしれない。わかりました。シェンファーに伝えます。またね、お兄ちゃん。暗くなってきたな。そうだね。シェンファの家に帰るか。これセーブはオートしかないのかな。メニュー画面ってスタートボタン、オプションボタンじゃないな。まあそのうちわかるか。メモは帰ってシェンファに伝えようか。ん？すみません。いらっしゃい。
お年玉はどうですか。うわー好きだ。あのさあさあやりたい。どうぞ。いや俺は。おや、お年玉はお好きでないですか。いやだいぶ好きです。お年玉か。いらっしゃい。やりますか。やります。僕はシェンムー2でこのゲームばっかりやってました。ミニゲーム、パチンコみたいな感じなんですよね。上から落としてあの丸に入れるっていう。これが1回5、3、10。うわー、まずはこれぐらいからでいいんじゃないかな。はいはい、ちょっと左寄りね。これ楽しいんすよね。これパチンコが好きな人は楽しいと思うんだよね。わあ違う。あよし、左左左、よし。あ違う。ああーこっちじゃない、こっちじゃ。うわあくそー、こういうこともありますよ。そうですね。まだやりますか。やります。1回ぐらい当たりたいです。ではお好きな台を選んでください。まあこれでしょう。あ違う、こっちだ。ヘルプ。ああ台を見渡すっていうのがあるんだね。いやいいですねこのシェンムーのテンポが悪いんだけど親切になっている感じ。この辺よし、いいぞいいぞ、悪くない悪くない。あ面白くないな、当たらないと。まあここは我慢の時ですね。続けますか。続けますよ。ではお好きな台を選んでください。もう案外右側から落とした方がいいとかある。いやでもまあこれくらいでいいんじゃないかな。でもうん、おいい感じ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 、そのままそのままそのまま、よっしゃバナナ今度はあなたの勝ちですね。ありがとうございます。もちろんもう一回やりますよね。いえちょっとまた時間があるときに来ます。また今度にします。ではまたお待ちしてますよ。うん、なるほど。あここにもなんか面白そうなゲームあるじゃないですか。なんすか。石投げか。バケツ石投げやるかい。やってみよう。ちょっと高いな。毎度よーく狙ってけよ、イーちゃん。石投げどうすんのこれ。あそういうこと。サッカーボール欲しいね。えこれで、あーあああ、んここだ。えああまだある。あなんだ、動かせるんじゃないか、左とか右にもね。そうだな、緑？あ、でもちょっと微妙に動くんだ。クソ、狙いが定まんないな。ここだ！よし！え、まだできんの？ここだ！あ、ダメだ！あー、やっだ、これは勝ったんじゃない？デジタル置き時計。まあまあってとこだな。もう一勝負するかい？いや、やらない。また来ます。またにします。そうかい。じゃあな。はーい。強制的に飛ばされた。まあ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 。あー。綺麗だね。リョウ、
何かわかった？親父さんのことはまだ何も。そう。だが広場のシュウという人の家がゴロツキに襲われたそうだ。シュウ、リンの家が、父もそのゴロツキに？いや、それはわからない。リョウ、明日は私も一緒に行く。え？やっぱりゴロツキのことが気になる。もっと詳しい話を聞きたい。そうか、よし、そうしよう。うん。おお、家に帰ってきましたよ。まあ、家なんだろうけど。家って何するんだろう。これが寝室？あ、ここでセーブがね、入るんだ。家に帰らないといけないわけね。はい。マネー91、トークン0で、やめる。ちょっとメモ。まあ明日ね、シェンファーと一緒に聞き込みを行うと。ここになんか飾れないのかな。ガチャガチャとかデジタル置き時計とか。リョウ、どうした、シェンファー。リンの家に来たゴロツキのこと。ああ、やっぱり気になる。確かに何か関係があるのかもしれない。明日は私もリョウと一緒に村の人の話を聞きに行く。ああ、自分で確かめたい。うん。これちなみにさ、会話のスキップあるな。なるほど。ちょっと一回会話のスキップやらせて。あ、話せない？話せなくなっちゃった。あ、話せるな。シェンファー。何？リョウ。お父さんは何か言ってなかったのか？最後に家を出るときに。うん。うん、スキップできない。いつもと変わらない。そうか。ただ、ただ、ただ、洞窟に向かう父が何度も振り返って私を見ていたのを覚えてる。そうだったのか。もしかすると、もう帰れないことを分かっていたのかもしれない。うん。シェンファー。何？リョウ。あの洞窟のことだけど。私もあの洞窟に初めて入ったの。父があんなものを掘っていたなんて知らなかった。そうなのか。あの鳳凰と竜、俺の持っている鏡と同じだった。ええ、それに父の手紙、竜がその鏡を持ってここへ来ることを父はまるで知っていたよう。そうだな。でもなぜだ。それは父に聞かなければわからない。そうか。うん。シェンファー。何、リョウ。明日は俺と村へ行くんだな。ええ、一緒に父を探そう。一回聞いた話じゃないとスキップできないのかな。あれ。シェンファー。どうしたの、リョウ。明日に備えてそろそろ休むよ。明日は二人で少しでも多くの人に聞いてみましょう。そうだな。うん。ちょっといいかな。どうしたの、リョウ。俺はよそ者だから村の人たちが警戒してるんだ。シェンファと一緒ならみんなも口を聞いてくれそうだ。ええ、早く父を探さないと。じゃあまた明日。会話の種類多いな。ちょっといいかな。何、リョウ。明日は父は、あ、飛ばせる。本当だ、一回聞くと大丈夫だ。なるほどね。ん？ご飯かな？
お？別に何ができるわけでもないな登っただけか。そしてこれが降りるだけですね。で多分こっちがシェンファーの部屋、まあ、勝手に入るわけにはいかない。勝手に入れないのか。勝手に入ろうかなって思ったんだけどね。でここが多分お父さんがもともと使ってた部屋だけど、ジョーが泊まっていいよって言われたところだと思う。はい、ということで今日はこんな感じですね。またね、ゆっくりやっていければいいかなと思いますね。いやー、シェンムーちょっと懐かしさの方が強かったですけどね。はい、ということでご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。